演歌歌謡曲ファンのためのカラオケ講座スイングチャンネルです。今年1月8日に発売された三山ひろしさんの北の女町ですが、半年経った今も根強い人気となっています。今回はこの曲を課題曲にしたいと思います。前回のレッスン動画ではメジャーとマイナーの話をいたしました。メジャーの曲は明るく、マイナーの曲は暗いというイメージをお伝えしたんですが、今回はもう少し深く掘り下げてご説明したいと思います。皆さん、サザエさんはよくご存知ですよね。あのサザエさんのオープニングを聞いてどういう気分になりますか？ちょっと歌ってみます。お魚くわえたドラ猫追っかけて、裸足でかけてく陽気なサザエさん。明るい、暗い、どちらの気分になりますか？歌詞に陽気とあるぐらいですから、暗いとイメージされる方はほとんどいないと思いますが、なぜこれが明るく聞こえるのかというと、曲がメジャーだからということが一番の要因になります。メジャーというのはドレミファソラシド、このドレミファソラシドが今全部8鍵で弾いてるわけなんですが、これがマイナーになるとですね、ドレミファソラシドとところどころ半音に下がるという、こういうルールがあるんですよ。ではマイナーでサザエさんを歌うとどうなるかやってみたいと思います。お魚くわえたドラ猫追っかけて、裸足でかけてく陽気なサザエさん。みんなが笑ってる、お日様も笑ってる、ルルルルルルル、今日もいい天気。どうですか？全く明るく聞こえないですよね。サザエさんは陽気に聞こえないし、いい天気っていうより、むしろ日が沈んでいくようにさえ聞こえるような気がします。作曲家、作詞家というのは聴き手にどのように伝わるか最初に組み立てを作っていきますから、カラオケを歌う際はその組み立てを理解するということが大事だと言えると思います。さて次に、この楽曲の作詞のイメージを読み解いてみたいと思います。こちらが歌詞です。北条先生作詞、中村先生作曲です。今回も3番まで歌詞を表記してみました。女心と秋の空は変わりやすいと言われているのに、どうして私は変われないでいつも失敗ばかりするのかしら、そんな嘆きが一番に描かれています。観光したことがある人はお分かりだと思いますが、小樽に北一ガラスという有名なガラス製品を扱ったお店がありますが、歌詞の面影グラスは小樽とあるので、そこで買ったものという意味があるかもしれません。2番目はあんな短い暮らしとあります。どうやら2人で住んでいたようです。何がおかしい流氷かもめ、2番の場所は網走方面です。自分の情けなさに鳥も笑ってるようだ、そう嘆いています。3番は私を一人にしないでよ、夢でいいから抱きしめに来てよ、もう寂しくてたまらない、そんな感じでしょうか。さてここまで詩を読んでいただくと、内容は切ない、悲しいものだと解釈できると思うのですが、三山ひろしさんの歌い方を聞くとそれほど切ない感じがしません。なぜでしょう？そうです、この曲がメジャーの曲だからです。もしこの曲がマイナー調でできていたら、先ほどマイナー調のサザエさんを聴いていただいたように、やっぱり物悲しくて寂しくて寂しくてたまらない、主人公の切なさ、儚さ、やるせなさ、そんな雰囲気が感じられる楽曲になっていたと思います。それをメジャー調の曲になったことで、雰囲気的に、ああなぜ私っていつもこうなのかしら、甘えん坊の私なのに恋は失敗ばかり、情けないなみたいな、切なさというより茶目っ気みたいな雰囲気の曲になったような気がします。この楽曲のイメージに、三山ひろしさんのカラッとした特徴の明るいお声がこの雰囲気を引き立てている、そんな楽曲だと思います。
説明が長くなりましたが、僕も頑張ってこの曲に挑戦しましたので、今回もサンプル歌唱をお聴きください。女心と秋の空、変わりやすい人、言うけれど、どうして私は変われない。未練こぼれる面影プラス蛍札幌、北の女町。はい、それではいつものようにこの楽曲のリズム読みに参りたいと思います。今回の楽曲の楽譜はこちらです。例によって歌詞部分に三角印と数字が赤文字で表記されています。三角印は裏拍あるいは休みを意味しています。ここで息継ぎしても構いません。リズム読みする際は心の中あるいは声を出して三角印の部分をんと読んでください。では一度僕がリズム読みしますので聞いていてください。速さは 78BPM78 です。1,2,3 女 2,3 心と秋の空 2,3,4 うん変わりやすい人、4,1言うけれど、2,3,4うんどうして、4,1私はうん変われない、2,3,4うん未練うん、こぼれる、うん、面影グラス。1、おたる、うん、札幌。2,3、北の、うん、北の。2,3、おんな、町。はい、こんな感じになりました。それでは曲の前半と後半に分けて実際に皆さんとリズム練習していきましょう。それでは前半です。 1,2,3 女 2,3 心と秋の空 2,3,4 うん変わりやすい人、4,1言うけれど、2,3,4もう一度やってみましょう。1,2,3女、2,3心と秋の空、2,3,4うん変わりやすい人、4,1言うけれど、2,3,4はい、では後半部分です。1,2,3,4うんどうして4,1 私はうん変われない2,3,4うん未練うんこぼれるうん面影グラス1
おたる、うん、札幌、にーさん、北の、うん、北の、にーさん、おんな、まち。もう一回やってみましょう。1、2、3、4、うん、として、4、1、わたしは、うん、変われない。2、3、4、うん、未練、うん、こぼれる、うん、面影グラス。1、おたる、うん、札幌。2、3、北の、うん、北の。2、3、おんな、まち。では最後に全体を通して一番のリズム読みをしていきましょう。1、2、3、女、2、3、心と秋の空、2、3、4、うん、変わりやすいと、4、1、言うけれど、2、3、4、うん、どうして、4、1、わたしは、うん、変われない、2、3、4、うん、未練、うん、こぼれる、うん、面影グラス、1、おたる、うん、札幌、2、3、北の、うん、北の、2、3、おんな、まち。はい、前編はここまでになります。歌い方のワンポイントアドバイスや皆さんに合ったそれぞれのキー合わせなどは後編に続きますので、そちらも楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。スイングチャンネルでした。さようなら。